あ、よっこさいますと。おはようございます。そう。山梨も天気いいよ。天気いいです。今日天気いいです。おはようございます。おはようございます。あと30秒ぐらい。この絵からかな。おはようございます。ママス。放送の前に洗濯してよかった。洗濯。もう6にないな。おはよう。そこも6にないです。あ、そうだ。自動無料延長。洗濯まだ押してない。自動無料延長を開始します。自転車日和。ちょっと動きすぎか。こんぐらいか。4、3、2、1開始です。ストリーム行ったかな。おはようございます。お、上り速度バッチリだ。おはようございます。洗濯自転車。ようちゃんさんおはようございます。うん。いや、私は今日私が言い出したんじゃなくて、Z さんが今日走るというので私がついてきてるだけです。白いのが Z さん。何緑色なんだろうあれは。黄緑色？黄緑色なのが原田さんです。あ、コックさんおはようございます。いや、今日は十国峠じゃなくて八丁トンネルっていう、私まだ行ったことないとこです。麓の方までは行ったことあるんですけど、通ったとこないとこなんですよ、峠が。うわエロい。あ、おはようございます。あ、木月さんおはようございます。 Vキャノンデール色。キャノンデール色ってこんなんだっけ。あ、で、ちょっと待ってください。さっきですね、いや、突然じゃないって、突然じゃないって、私が参加してるかので、これ、Z さんが今日、牡蠣を持ってきてるので、私はそれに乗っかって、昼ご飯にこれいただこうと思ってます。奥秩父、あー、電波ないんですよ。で、それちょっとコメントもっとも今対応できてないですけど、で、今、セブンイレブンで700円買うとですね、セブンイレブンで700円買うと、くじが引けます。で、当たったのが、ダブ、プレミアムモイスチャーケア、ボディウォッシュが当たりました。重さは何キロって、何グラムって書いてあるんだっけ。380グラム。パワーポンド1個分ぐらいですね。2人だ。もしは大事ですよね。というわけで、さてこれどっちに入れようかな。どっちが軽かったっけ。確かこっちが軽いんじゃなかったかな。こんなとこで運を。いや、紙じゃなくて、一応これあれです、ボディソープです。肌がモイスチャー。ツーリングの時にはですね、一応詰め替え用のボトルの中に入れて、旅行中に石鹸として使うっていう使い方はあるんですけどね。私、自宅とか、あと銭湯であるんだったら石鹸使うんで。髪がよいしょ。さらって、あーダメだ、CM の映像を言葉で表現できない、髪がさらーって流れるやつ。あんなにサラサラである必要ないだろうと思いますけど。あ、もう延長にしました。ありがとうございます。さて、お待たせしました。自転車紹介、ロードバイク、クロスバイク、まあこんなところで。あとロードバイクの2人はですね、2人ともライトが2個ついてます。八丁トンネルだから、ある人の光害と書いて光害1号だけ2号だっけ、あれの8等装備だったかな、10等装備だったかな。あれには負けるけど。で、進む方向間違えちゃいけませんね。対向車線のコンビニに入ると非常に危険。なんで2個明るく、そうですね。1個ずつ使って長持ちだけじゃないんですよね。でも、セカンドレベルで、セカンドレベルに2つにすると強くなる。ああ、その強いやつ1個じゃなくて、なるほど。寒さ、上の方は寒いと思います。おはようございます。フェニックスってどこだっけ。佐川、これか。構、ああ、ちょっと厳しかったかな。ちょっと強引だったかもしれない。激坂、私は前3枚じゃないと無理ですね。何のチャンス？ウェアはもうほとんど冬用ですね。雨具装備も一式持ってきたんで、寒くなったら来ます。ロードの何のクロスバイク？あ、寒さは今日すごく日が強くてってるんで、そうでもないです。風がさっきから少しあるんですよね。先導？紅葉ですね。あ、おはようございます。ここからしばらくは秩父鉄道の三峰口に向かって線路沿いにずっと行きます。そこのクロス。私のことだな、遅いクロスは。それあれか、スピードがある人間が、スピードが出せる人が偉くて、出せない人は偉くないっていう、世紀末的な考え方ですね。スピードがすべて、スピードがないものは虐げられるのみ。あ、世紀末超えたんだった、そうだった。いや、スピードがすべて、すみませんが茶化していただけです。マジで今のコメントに対して反論したわけじゃないです。そう、ヒャッハー。だからモヒカンの人がヘルメットかぶってロードバックに乗ってる感じかな。頭の中のイメージとしては。止まりませんって書いてるじゃないですか。よく考えたらモヒカンだったらヘルメット隠れないな。そう、秒がついたりトゲトゲがついてる。うわー、ものすごい汗かいてる。車があれって雨が降ったからなんですかね。朝霜ですかね。あ、戦車結構好き。最近は無料のオンラインゲームで戦車ゲームやったりしてますけどね。そのためにビデオカード買ってしまった。で、今日は止まらないと言っておろうが、トゲバットがなんとかって、イエス戦車ゲーム。あと戦車アニメもやってますよね。絵柄があまりにもあれなんですけど、あれ戦車戦面白いよ、あれ。あのアニメ戦車戦面白いよ。弱い戦車が本当に弱く描かれてたよ。T34 は76も結構好きですね。すっきりしてて。85は鋳造のやつでしたよね、砲塔が。笑うゲーム。あ、セーブオンだ。あったっけ。戦車に。そう、戦う車です。あわらでやってみたいですね。いや、あれアニメのイベントじゃないから。笑うゲーム。どぶどぶ、いやー、そこまでは。前線の中間、あ、一応あります。あ、木村さんが今なんて。さっきの人たちというか。畑野さん。Z さんと畑野さんと、あとシンさんが。名前知ってる人しか分からないですけど、シンさんという人も一緒に来てて、でいつも秦野さんとシンさんは私はセットでお会いしてるんですけど、なのでシンさんが今いない理由はペダルを忘れてきたから。シンさんと秦野さん車で来てるんですけど、頭にカメラです。あ、今日車です。中のでペダル忘れてきてしまって、近くの自転車屋さん、朝10時に開く自転車屋さんでペダルを買ってから来るそうです。そう、秦野さんです。秦野さんは前初めて会った時が秦野駅前だったから秦野さんっていう。どんだけ愛に名前ついてんだ。そう、ペダル誰もさすがに予備持ってなかったから、ペダルはあ、いやフラペもなくてなんでペダルを忘れたかっていうと、通勤用自転車とこういうツーリングの時の自転車のペダルを共用してるからだそうです。ワンタッチで外せることがあだとなって、通勤用自転車の方にペダルがついたままなんだそうです。あれどうしたっけ、右でいいよな。あ、赤だった。あ、そうそう、三ヶ島ペダルですよね、あそこの。なんであれペダルなんだろう。三ヶ島はなんでペダルなんでしょう。三ヶ島の工場の前行ったことある。休日だったけど。そう、ペダル。自分たちでも知らないらしいペダル。自分たちで、そうなんだ。リンコの時は最近外さないですね。飛行機リンコの時だけです。あとは新幹線で遠征するときは外すかな、一応。あ、キヤノン。あれもなんか私理不尽な感じがするんですよね。だってキヤノンって書いてあるのに。あ、私は今太り気味ですね。身長168センチで66キロ超えてるぐらいだったと思う。私は前、自転車始める前、会社に入ってしばらく自堕落な生活をお菓子とかばかり食ってたら70キロまで上がったことがあって、そこに今近づいてるんですよ。やばいんですよ。明らかに腹出てきてるから。観音、あれそうなんですか。ペダル、あ、スースー、エイスースー、自堕落んキヤノ40、いや体重60キロに戻したいです。確か標準体重が62、3キロじゃなかったかな。おめでたか。障害者なのかもしれないですね。いやでも食い過ぎが確かにあるから。来させない。路面、そうですね、白いところが特に。66kg です。168センチ。秩父です。秩父ですって書いてあるけど、ここってもう秩父なの。バイクサイドカーついてますかね。今食べたかったらですね。一応今これ以上食い過ぎないようにというふうに思ってるんですけど、今のハーレーですかね。電動や、おお結構近かったんです。幸せ太り、結婚してるかもしれないですよね。イギオン、あ、ヘルメットしてます。まあいっぺん命の危険があったんで、喉に。自転車売りなさい。売っても 2、3000円だと思いますよ。命危険。あれなんだっけ、ぬぬねのやつ。あ、そうだ、君しねだ。今日読み上げ若干でかいかな。そう、ぬぬねねはあれ、もともと何のゲームだったっけ。ゆるく登ってます。グローブはまだこれ。でも一応防寒グローブ兼レインウェアグローブを持ってきました。すれ違いましたね。あ、荒川村って言うんでしたっけ、ここ元。今多分全部秩父市なんですよね。嫁紫外線、ああ今日は帰ります。やめてって言われたらそれはさすがに抵抗するかな。それはご容赦くださいって言うかな。全部 L が、あ、おはようございます。武甲山は左の方かな今。うん、今日日帰りです。えらくなんか混んでますね。もうバス追い越さんばかりですよ。自転車、なぜそれが客椅子なんだとか言い合いになりそうですね。それだったら飲むものと食うものどっちか選べって言われてるようなもんじゃないですか。うん、自転車とかさっきやりました。ロードバイク、ロードバイク、クロスバイク、なんでしょうね、本当に。紅葉はどこですか？紅葉はまだ2、3時間先です。歩道、まあなんかやってますね。あ、スマホ用は一応持ってたんですけどね、どっか行ったな。ごめん、お、なんていうんだっけこれ、片小屋か、ペンションかな。あ、秋祭り、マウンテンバイクと比べると前サスペンションがない分ですね、上り立ちこぎがなんかしにくくなった、すごく。運転、あ、ヒルクライム今やってるんですか、今の時期。ベースキャンプ、観光、なんかえらいバスがあっち行きますね。何やってんだあっちで。でもこの先はじゃあ渋滞ないかな。まあ渋滞ってほどでもなかったけど、うん、あ、持ちないです今日は。思われる。あ、あれまたセーブオンかな。うん。喉の飯食ったばっかりなんで、さっきすき家で朝飯食ったんですよ。こっちに来てから。全国からお待たせした状態で。実用具は Z さんが今回持ってきてるので、私はそれに乗っかって、さっき水と春雨担々スープ買ってきました。今唐揚げ朝定食っていうのがあるんですね。卵かけご飯の朝定食に唐揚げが小さいのが3個ついてるやつで280円。すき焼き、そう、朝から唐揚げ。ファッションチェックって何なんだっけ。いつもの格好です。安いですよね。卵かけご飯の昼食なんか、ご飯、卵、大根、しらす大根おろし、味噌汁がついて200円ですからね。Z さんと日本大丈夫かとか言ってました。うん、すき焼きじゃないです。Z さんはコーヒー、コーヒー飲むために持ってきてます。こんなところにもう少し先まであります。ああ、斜め怖いですよね。ん、大島、うん、あ、Z さん後ろです。片野さんも後ろ。しんさんはもう少しで店が開くのでペダルをこれから買うところ。でも店頭でペダル買うって結構な出費じゃないのかな。それかフラットペダルの安いやつだけ買ってくるのかな。そもそもシンさんは SPD だっけ？ SPD だったらかなりスピですよね。安くても3、4000円ぐらいすると思う。うん。自転車、え？何それ。前引いて、引かれると私ついていけなくなる可能性が。そう、シンさんという方が今、参加するために車でこっちに来たんですけど、折りたたみ自転車のペダル忘れてきたそうで、自転車屋さんが開くの待ってます。でさっき私はペダルレース貸してきました。ああ、口は日によっちゃ結構乾きますね。ああ、そうそう、ペダル、そうか。さっき最初に言ったきりでしたからね。電柱のステップ、電柱のステップ、横に出っ張ってるやつですかね。お、なんかかっこいいな、あれ。なんかかっこつけてますね、あれは。バイクショップなのかな。うん。3人。さっきの見えましたかね。家の2階のがガラス張りで、あ、故障大丈夫です。カチカチなるけど。見えましたかね。マイホーム。ん？秩父なんとか簡易郵便局。秩父鉱山？あ、なんかまたイベントっぽいのやってるな、これってもう。ジャケットの人たちは何だろう。あ、新そば祭りか。これだ、新そば祭りだ。各地のそば食いどもが集まってきてるんだ。新そば祭り、そばか、そばか。観光、日中の社宅の跡みたいなところは通るみたいです。そこで Z さんは写真撮りまくるって言ってます。あ、そばの、そうです。そう、そばのうどん食べたいか、長トロ。あ、そうなんですかね。本当にあんまりイメージなかったな。昼飯は、いや、昼飯は多分もう補給ができなくなった先で食うことになると思うんで。あ、そこ悪い。ラーメンとそばの違いは、そばは私歯ごたえしか美味しさが分かんないんですよ。都内に引っ越した。一体どこでその情報を。引っ越してませんが。どんなすき家に。峠のすき家。そばの花が、そばの花確かに嗅いだことないな。畑に入らないといけなくなるから。あ、有名な。足で踏んだ後に手で伸ばすんじゃないですかね。まあ注意。ここまで列車で来ました。西武秩父線、ん、奥州街道700。いや、その違いよくわかんないです。ソマンチン、それで、うんですよね。そう、輪行できました。素足か。ぶどう酒もなんかそういうのありますよね。有名なガチホモではありませんが。あんたもあれか、ホモネタ好きな人か。あんたもまたホモネタ好きか。本当にニコニコ界隈だとホモネタ好きが多くて困る。なんでそんな好きなのか理解できないんだ。引っ越し。あ、服は自転車用のやつです。私もそう思うんですよね。で、あ、イチョウ祭り、そば祭りだけじゃないのか。新そば祭り。汗ばんできた、汗ばんできた。ズボンがについてるのか。いや、購買全然まだ。今日は、あ、これ予約枠です。モーニング。またガチホモか。あとガチもなんか蝶とかと同じような使われ方してますよね。ガチの本当の意味知ってんのか、私は知りません。あとガチとがっつりはなんか似た感じがするけど関係があるのかどうかとか。あ、調子いいです。自動無料延長オンにしてます。真剣と書いて、納涼祭り、農協祭り、聞き取れてないなぁ。あ、風は収まってきました。派遣社員、それは秘密かな。そもそも私が会社で働いてるかどうかも秘密。いや、坂まだ大したことないです。してしまいましたね。そこまでして。幽霊部員じゃなくて幽霊社員か、それもいいな。日がですね、当たってるとえらい暖かいんですよ。がっちり買いましょうか。ごめん。日陰でじっとしてると結構寒いと思います。あ、大滝まで14キロだから、お、なんか当たった。お気に入りはですね T34 なんですよ。今ワールド・オブ・タンクスで T34 使ってます。今なんかヘルメットにカツンと当たったけど、なんだなんだろう今のカチンって音は。盛り上がってますね。そう、ロシアのやつです。まあ当時のソ連のやつですね。ソビエト連邦の。いい天気ですよね。おお、かっこいいね。課金、この課金野郎。でもよく考えたら、ああいうのがないと、課金でお金払ってる人がいないと、あのゲームは成り立たないんですよね。その課金でお金払ってる人たちにぶら下がって、無料で使わせてもらってます。本当よくできてるよな、あれ。単調一頭。さあ、それじゃどうか。キャラクター的にはちょっと萌え寄りすぎて、あまりにも萌えすぎて、若干苦手なところあるんですけどね。実は1話とかの戦車の戦闘シーン以外は飛ばしてしまってるっていう。だからストーリーの方はよく分かってない。でもなんかものすごい細かい戦車ネタがいっぱい入ってるんで、うわ狭っ。世代交代、ああどうだろう。戦闘機の方が値段は高いですよね。まずなんで震災の復興とかでらしいですね。あ、私はガレージに戻らずにずっと見てますね。自分が死んだ後も。今のワールド・オブ・タンクスの話ですけど、そう、グラボはできるだけ省電力なの買いました。私はなんとなくロシアの T34 とかアーチ T34 とか SU85 とか好きですね。角張ってる戦車で、ワールド・オブ・タンクスで初めて知ったんですけど、フランスの戦車で何の角と丸角の方でわからないけどでですね、フランス戦車で弾をできるだけ弾くためにあらゆる角を取った丸い戦車がいますね。ジム、ああそうですね。私は茶はよく知らないんですよね、実は。パンツァーフロント出てこなかったから。まあ何の話してるんだってここで。上限にしようか。橋渡るときにまっすぐ平たくないということですかね。車、まだ結構多いですね。今日のルートは、前これ三峰口から先まで走ったのは、ネロウさんとキャンプで川上村まで行ったときと、あとなんだっけ、いや、あれの聖地巡礼はちょっと、もうちょっとマイナーな、バッターフロントみたいにマイナーなものだから、なんか恥ずかしげもなく聖地巡礼やりましたけどね。鹿児島県の櫛田、西武鉄道ですかね。西武秩父駅もあの花ですよね。あの花のなんとか、あの花の名前を知らないんだったっけ。前文殊峠登った時はこっちじゃなくて北の方。あ、配信終了詐欺だ。どっかで配信終了先か、あるいは延長、あ、延長できてるな、よし。どっかで延長先です。ちょっと待ってください。そしてプライマリーサーバーエラー、エラーになると嫌だな。ちょっと待ちよ。ちょい待ち。あ、ちょうどいいとこあった。トンネルか。ちょっと流された汗。枠終了詐欺が起きたので。紅葉がどのぐらい綺麗か。こうして不安だったよね。夜10時ぐらいザーッと来たね。これで何人か去りました。わら、立ちこけか。詐欺だったのか。騙された。よっと復旧中。雨の中で自転車積んでました。どうやってうまく積もうかみたいな。当たらないんだよっと。つながりよし、来た。でも結局車入れ替えたから。あ、それは驚く。うん、よし、お待たせしました。ちょっと手間取ったな。すっかり忘れてた。いつもの30分経ったら切れたように判定してしまう問題ですね。というわけで、すいません、お待たせしました。ふう、じっとして日に当たってるとやっぱ暑いです。走ってて風を切るとちょうどいいんですけどね。ゆっくら。お、いらっしゃいませ。奥秩父に向かって走ってます。全然線路見えないな、この辺り走ってると。あ、雪が。あ、電波なくなります、途中で。ですね、でも多分2時間ぐらいかな。風は引いてないですね。何と色。この間、ハピモさんという人たちと一緒に走った三坂峠の上りがほとんど息が切れずに登れたんで、あのぐらいのスピードでゆっくり登れるペースが維持できないんですけどね。どうしても一人で走ってたり先頭を走ってたりすると自分はきついペースになってしまう。あとですね、Z さん今日自走できてます。そういえば忘れてた。 Z さんは朝70キロ走って西武秩父駅まで来てます。そう、できるだけ頑張らずにある程度運動になりゃいいぐらいで、まあ Z さん100キロ未満ぐらいだったら自走しますよね。途中峠とかあんのに。読み上げの、いや特に変えた覚えはないんですけど、こんなもんじゃなかったですかね。あとコメントの密度によって確か自動調整で速度変わります。すごいよな、余裕持って走りたいと思ってます。渡野さんは今日車で健康で頑張りすぎるっちゅうかそうですね、ロングライドとかロングライドに興味がない人ってあまりいないな。できれますよね。ですよね。写真は撮ってないんです今日も。でも Z さんもかなり撮ってるはず。本当最近写真撮らなくなったな。峠はそのゆっくり走るの位置できれば時間さえかければいけるんですよね。もうなかなか。あ、見てないです。もう終わったんでしたっけ。獅子座流星群、レオニズ。昔見たことはあります。結構当たり年だった時。いや、ヒルクライムは何を目的とするかによりますね。1日2本縦断は24時間厳しいのかもしれないけど、Z さん600キロぶっ続けて走ったりしてる人なんで、関東は全国的にっていうのは下り、そしたら下りもスピードはまだ出せないです。怖いわ、スピード出すと下りで。下りでスピード出さざるを得ないぐらいに下りが好きな人っていうのは多いんですよね。つくいこ一周か、アップダウンちょっとありますね。一周したら20キロあるのかな。そう、ブレーキをかけてキャノンボール、あれもまた楽しみ方の一つですよね。ただ確かにツイッターでニコ生自転車部的な人たちをウォッチしてるとそんな人ばっかり見えますよね。距離の話ばっかりしてるように見える。あとスピード。しかし本当に長距離全くやってない人っているのかな、知り合いで。生配信やってる人だったら SK さんか、エスケープさんじゃなくて今 SK さんだ。見方 SK さんって人はロングライドやってないですね。てる人の中だと今日は絹最高かな。絹最高？あ、事故なんですかね。統計とか知らないんですが。三峯神社って名前は聞いたことあるけど、いや確か行ったことないですね。どこなんだっけ。いたずら工作室。いたずら工作室ってあれか、タバコの焦げ跡がついたシールとかそういうやつか。あ、秩父セメントは加納山のとこですかね。それ昔見たことありますけど。いくつだ色ですね。飲み物は乗り物だ。歩道、どの歩道ですか？あ、コンセントとかありましたっけ？すいません、大昔のネタです。びっくりマンシール的なのと一緒にそういう、あ、ヒント、そう、びっくりマン時代ですね。初代びっくりマン時代。あ、今ダンシングしてます。ほどほどにね。あ、秩父から。じゃあ朝の秩父駅は結構混んだりするのかな。スーパーゼウスは知ってる。マジャリンコ、今の歩道どこの歩道だろう。少し登り始めた。ガムラツイスト、何の話だろう。あ、前放送中に見た、いや放送中じゃなかったっけ、歌舞伎祭り今日やってるのかな。そうだ、放送中にもいっぺん見たんだ。スーパーカー、集めてないけど、スーパーカー消しゴムをボールペンの後ろのバネで弾くやつやった。夜日は暮れると思います。ああ、新幹線通勤、静岡からの新幹線通勤って人もいますよね。東海道新幹線で。そうだ、あんまり頑張って走ると審査が追いつきにくくなるから、そのためにゆっくり行かなきゃな。カインズってカインズホームですかね。言い訳？いらっしゃいませ。そう、天気昨日土砂降りだったから大丈夫かと思ったんですけど、むちゃくちゃ晴れてます。バイクを見ると原人好きの軟弱者があって気分になる。おはようございます。それも偏ってるな。うん、あ、いや、中津川林道途中まで行って、そこから北側に折れて、なんだっけ、八丁トンネル、何を配信？新横東京、ふざけんな。私は新横の近くから東京まで1時間かけて通勤してるんだよ。あ、そっか、働いてるかどうか秘密にするんだったっけ。来週の予定は特にまだあれあったっけ。矢櫃峠のお餅つきは2、3週間後ですよね。あ、2週間後か。うん。新横浜から在来線。私はたとえ遅刻しそうでも新幹線は使わない。お金がもったいないから。車道走ってもバイクより自転車の方が事故率低いかな。ああ、事故率どうなんでしょうね。単純な件数だけじゃなくて、走ってる台数で割らないと、個人がそもそも事故には確率っていうのは計算できないですよね。新横東京は在来で45分、新幹線で15分、早いですよね。新横浜から東京駅までおいくらなの？東京駅まで1700円ぐらいじゃなかったですかね、東急料金。違ったかな。1500円くらいだったかな。台数より稼働時間、鉄オタは完全予約。あ、時間もそうか。自転車保険は入ってますか？自転車保険は一応チームキープレフトっていうのに、言い訳程度に。品川東京はそのぐらいかな。すごくそうになって新幹線通勤したことない。自転車保険は盗難保険欲しいよね。盗難保険は正面難しそうですね。荒川がこれ今日の上りは確か距離40キロぐらいあって、で標高差1000メートルなんですよ。だから単純計算すると奥羽紅葉が勾配は平均 2.5% なんですけど、まあ、ほぼ後半だけですよね。上りは前半は緩く登ったり平地だったりって感じです。はあ、美しい、綺麗ですね。この辺りいたら野犬だろうからな。なんでこんなとこにトイレが、あ、蕎麦屋さんがあるのか。列車旅の、あ、トンネル多いからってのありますね。テレ屋さん、そばだらけ。まあこの辺りはずっと国道ですからね。最終的に甲府の方に抜けることになるのかな、この道は。この看板さっきやりました。西武中部線で来ました。私は横浜線八甲線、西武中部線で、なんだあれ、警告表示板がバグってる。狼の、へえ、あ、トンネルバーベキューってあれかな、朝は5時半ぐらい。歩道は電車で寝られます。今日たっぷり寝てきました。日陰はまだちょっと濡れてますね。電車に自転車袋詰めして持って連れてきました。積んできました。足柄か、金太郎はなかなか捕まらないですからね。いや、特急じゃなくて、あ、そろそろ新さんはペダル買ってる頃かな。うまい。戻りませんね。アメリカ、ヨーロッパとかの話はよく聞きますね。帰りは西武秩父駅まで戻ってこないと輪行できません。ツーリングですね。登る分にはぶつからないようにします。とうとうペダルの人か。帰りはそうですね、最後の最後に西武秩父駅の手前で上りありますけどね、ミューズパークとかのあたり。Z さんが先行し始めた。あれは Z さんです。お、秀珍さんいらっしゃいませ。紅葉祭り、もみじ祭りっていうのなんかやってますね。サイドワインダー近距離用ですね。歩道歩く人はまあこの辺はほとんどいないですよね。道的には車道の方がだいぶいいですよ。で、あえて合わせようとして一生懸命走るときついのは嫌なので、電波ですね。一応フォーマのエリア地図上だと中津川林道から右折するあたりまではあったんじゃなかったかな。北に向かうとあたりまで。やっぱ日陰が湿ってますね。夜は凍ってたんじゃないかな。そこまでいかないかな。いや、ライフシェル使ってないです。なんかあれ出発された途端に不具合があったらしいですね。私はあのライブシェルプロの方はアンドロイド用の NME が、まあ、この間要望出したんですけど、ストリームを全部ライブシェルの方に任せるっていう、ストリームにつなぎに行かないっていうオプションがもし実装されたら買おうかなと思ってます。それが実装されないうちは PC と一緒に持ち歩いても意味ないんで、画質は綺麗になるだろうけど機材が増えるだけなんですよね。ノートは本体が新しくなりました。全く同じスペックのものに。基本的にはそうですね、危険と判断したら歩道に入っていいっていういい加減なルールもありますけどね。歩道の一部が砂利になってるな。道の駅まであと5キロ。確か今日のルートあれ通るような、空気入れとかも置いてある道の駅です。道の駅大滝温泉。軽車両、そう、空気入れと、あと確かチューブも置いてあったんじゃなかったかな。いや、空気入れだけだっけ。フレンチも確か OK です。本当にそういうの想定して用意してるはずです。ああ、ショッピングセンターにも。え、今なんてなんかいませんでした今。あれ、お、なるほど、写真撮るために先行してるんだ。うわー、ちょっとすみません。きれい。なるほど。作りごと。おう。あ、そうそう。ペダルの人。乗り心地は前の方がサスペンションある分はいいかな。慣れでしょうけどね。これはなんていう場所なんだろう。もみじが綺麗な場所。加藤さん後ろに走ってますからね。うん、もみじがもう終わりかけっぽいかな。まだか、まだいけるか。なんで、うわ、なんでだ。あ、書いてある、金蔵落としの渓流って書いてありますね。うん、テトさんは多分走ってるんじゃないかな。うん、若干茶色いですね。おう、金蔵落とし、金倉落としって書いてありますね。あ、本当だ、大滝村が秩父市になってるな、ここも。おー金蔵落とし、人がいっぱいいるとこには近づけない、この読み上げがあると。これは金蔵、金蔵どうなんでしょうね。あ、こっちもいいな。お、いらっしゃいませ。いい天気です。健康用カード落とし、ああ、なるほど。金蔵って本当にそういう意味なんですかね。おお、きれい。きれいですね。金蔵、人なんですかね、本当に。高田落としの、なんだっけ、渓流。でも、の渓流って言い方も珍しいな。なんとか渓とか、なんとか峡って言いますよね、普通。金蔵落としの渓流。ツイッターに、あー、うん、まあ振り返りの時でも、くし、乾電池式のモバイルバッテリーってどうですかね。乾電池式みたいなもんか。無線転がす乾電池式のモバイルバッテリーっていうと、モバイルスティックブースターとかかな。飛んでますね。スティックブースターはなんかいまいち充電が途中で止まってしまってうまくいかなかったような。幼女とか言うなよ。周りに聞こえてんのに幼女とか言うなよ。よいしょ。人に近づけないじゃないですか。周りに聞こえてますよ、周りに。だからこれ分かる人に分かってるんじゃないかな、このゆっくり声は。よいしょ。お綺麗ですよね。うん、恥ずかしい。今なんか紅葉が綺麗っていう口調で言ってしまったな。恥ずかしいよ。んな、なんて背中に聞けばライティング逆光ですからね。よいしょ。お嬢さん、よいしょ。取りに来てる人いますね。一昨日、あ、どうなのかな。雨が降った後は落ちますかね。おっさんばっか。私は42歳ですけど。席、あ、ドライブインとかあったんだ。覚えてないな。走ったことあるはずだけど。ドライブインは営業してんのかな、してないか。おお。なんか人がいっぱいいますね。やっぱ紅葉ドライブか今日みんな。もう戻れない。あ、今もトンネルで止まったかな。なんかえらい箱いっぱい積んでる人たちだな。まだ止まりっぱなしかな。あ、そうですか。なるほど。確かになんかそんなに。あ、大内川林道、すごい名前ですよね。大内川。電波は戻らないかな。ランキング。うん、それはいいんですよね。あれ、今放送いってないのかな。あ、教育、すいません、オンになってないです。うん、あ、ですかね。よいしょ。あ、行ってるかな、大丈夫かな。あ、行ってますね、大丈夫ですね。埼玉県の中でも秩父の方って結構アクセスが大変ですからね。埼玉県内なの？うん、今埼玉県内のはずです。中津川林道で山越えないと、ダートの道を峠を越えないと長野にはつながってないですよね。群馬ではありません。そう、群馬ではありません。群馬県。あ、あれ、ふとふとですか。おかしいな、さっきバッチリだったのに、なんだっけ、ビットレート見たら。綺麗ですよね。そう、字が、私もそう思います。電波もっとあるはずですけどね、しばらくは。ああ、うわ、うん、お祭りか。ん？お祭り？うん、まあこの先また良くなるところもあると思います。山梨、あ、那覇、あれ、あ、そうか、あれか、仮坂トンネル越えると山梨か。私がさっき言ったのは林道の方で、そっちだと長野につながってます。三国峠ってとこなんで、山梨県の境もすぐ近くなんですよね。え、川上村が山梨？なんだろう、調子悪いのか。綺麗ですよね。だるまに寝た。あえて触れなかった。あれがあるためにだるまに寝たしないと気が済まないので、どうでしょうファンは。更新でまともになってますかね。あ、長野県でいいですよね。長野県川上村、高原野菜の村。あ、おはようございます。もちもちの人いらっしゃいませ。日曜なのに。ああ、土日休みっていうのはなんかルールがあるんですかね、あれって。単にその請負先の都合とかではないのかな。汚れたヒデオ。ラリハーのとこしかサビしか知らない。川越村、上村、川上村って言ったのか今。川越は埼玉。雪が降る前に終わらしたいのか。雪が、あ、工事のことか。これ紅葉祭りってなんか会場があるわけじゃなくて、この辺り一帯が紅葉してるからってことなのかな。今は登ってるかどうかわかんないぐらいです。手前何をつけてる？デッドさんが眠いって言ってる。昼寝しますか、昼寝。はい、まだそんなんじゃない。昼寝。川上。川上ですね、川上村。山梨に抜けるの。今日は埼玉県内をずっと走ってます、多分。茅ヶ坂トンネルも埼玉県ですよね。ローズマリー・バトラー、そう、居眠り運転本当にできてしまうんで、私はやったことあるので、本当に眠くなったら昼寝とかいとわない方がいいと思います。本当に眠りしますよ。もう立派なトイレ、えらいでかいな。泊まれそうだ。どうでしょう、立ちこぎか。うん、朝ね。眠ってたらこげません。倒れます。倒れました。速度は20キロちょいぐらいかな。北海道ですよね。いますよね。お家が、あ、本当にそんな血生臭い。まさに血生臭い。由来があるのか。道の駅まであと3キロ、休憩ポイントまで。そうだ、シンさんはペダル入手できたのかどうかって止まってるのか、着いた確認しないとな。決まってますか、接続エラーかな、もしかして。完全に止まってるんだったら接続エラーの可能性があるな。ちょっと放送チェックしてきます。出たのか。あ、どうせ道の駅までなんで先にいてもらってても映像が止まってるっぽい。あ、出川畑ですね。あれ止まりそうだなと思って。そして時は止まる。電波のようです。確かに止まる。夜も開いてる。先にすすみますと。今ここは動いてるから電波が薄い。どこも仕事しなさいよ。終了。というわけでお待たせしました。進んでください。人が、いやー、それで電波取り合ってるというほどでもないと思うけどな。はあ、電波はまあ切れるというか細いみたいですね。はあ、これやり取りしたって意味ないんだけどな。はあ、放送に載ってないから。元気だな。うん、水遁。みたい。この時間に向こうから走ってくる自転車ってどんだけ走ってんだ。光の子です。高橋さんに耐えられません。笑。今日は喉が痛いので家にいます。電波ないんだ。ずっと繋がらないのか。基地局が切り替わるまで無理かな。なんだポッキーの解約って。全部聞こえてますよ、私の方には。紅茶、風が強くて自転車乗る気ならない。しょうがないから飲んでやるか、笑。大滝温泉カニは。そもそも雨。あ、本当だ。買い物に行ってくるパソコンつけっぱなしで。いや。へえ、なんであんなとこに。少し天気いいな、空青い。千年。千年ってなんだ。リスナー仕事。でしたね。地上半身するかな。まずいわ。これは投げ直したら多分で流れるんだろうな。でんこちゃん寿も何もでんこちゃん人妻じゃないですか。ないなぁ。仕事したい。娘が大丈夫かい。いや、蓮子の妹だろ。その被害地、ハロワはブラック多い。気をつけれ、妹はずんこ、なみこだろ。むすみ。自転車きついから80くらいのノキアバイク欲しい。すごいしなってきたのにな。スーパーカブあたりは燃費が大違いですよね。バイク乗るならいいのがいいな。お、道の駅まであと500メートルか。みそ言うな。ん？赤。カタツムリみたいなフェンダーが無理。カブ。カタツムリみたいなフェンダー。中身カブで外観全然違うやつにしたら面白いのにな。ハンターカブ渋い。レーサーレプリカみたいで音はカブっていう。いやあ、これで繋がってないのはおかしないくらなんでも。とりあえず休憩ですよね。あ、下まで行った方がいいかな、上の方がいいかな。お、本当だ。すごい湯気だ。うわ、湯気がよいしょ。うん、秩父駅食べようと思ったけど営業が朝9時からだった。でも中型免許ってどのくらいの期間金額で取得できるの？まだ配達しょうがない。怖かった。おかしいな。逆回りだとここで入れるなと思ってもう一回繋いでみるか。 FM よりレベルから。燃費は株は最強だ。ああ、プライマリサーバーエラーだ。温泉に降りていったぞ。こっちに戻してよっと5123、こっちがいいかな。これであ、流れ始めた。 FMLE 自体がおかしくなったみたいですね。お、すごい。すみません、なんか FMLE がエラー出てなかったんですけど、おかしくなってたみたいです。乗ってますね。そう、これが今道の駅大滝ってとこです。前ここで泊まろうとしたこともあった。夜やってきてネロさんと前キャンプツーリングでこっち来て、画質を落としました。通常発信にしました。で見えるかな、建物から湯気が出てます。あれ温泉だからってんじゃなくて、濡れた屋根が今強い日光に当たって湯気がもうもう出てるんですよ。もうもうわかるかな。あの距離ではわからんかな。餅はありませんか？餅はないんじゃないかな。あ、そう、トイレ行ってこよう。確かこれ下に降りたところにあったかな。実際温泉もあるんですよ、ここ。カーボンフォーク、ああ、それはあるかも。今日は、あ、雲。画質落ちますよね。温泉、あ、つか。天然温泉、サウナ。日帰り温泉、午後8時まで。前来たのは夜10時か11時か、そんな時間だったな。夏にここ、夏じゃないか、もう秋過ぎたあたり、今の時期だったかな。もうちょい前だったかな。紅葉祭りか。温泉あるんだ。あ、紅葉祭り。温泉があります。道の駅。寒くなるとですよね。私ここまだ入ったことないです。で、ちょっと匂いに行ってくるんで、どっち移しとこうかな。ちょっと下に降りてトイレ行ってきます。少々お待ちください。していくんだ。わら、ここで警備。いい、トイレ。警備中。ここからターゲットを狙うの？ここもお湯はぬめぬめしてる。サウナで腹筋やってるもいるな。神奈川県警より優秀です。露天あんのか、ふんごときた温泉県とな。秘境の温泉。だが、見てるだけだ。別府は行ったことある。戻りました。ウィリー事件やっぱり動画あんのか。ああ、湯気がさっきよりも強くなってきたな。あの屋根の上からもやもや出てるの分かりますかね。ここはなんか結構今螺旋階段からずっと下ってトイレに行ってくるまでに片道2分ぐらいかかりますね。2、3分かな。だるまのウィリーはしないけど、だるまを売ってる設定の人がウィリーをした。だるま運びか。放送はですね、あと1時間ぐらいで多分電波切れると思います。この先そもそも電波良くないと思います。お、Z さんがなんか中に入ってたな。あ、そうそう、シンさんのかんなわ、かんなって神の庭と書くかんなわかな。いや、それはかんなわって読まないんだっけ。今のでしたっけ。ここからちょっと待ってくださいね。しんさんの動向が少ない。あ、そうですか。いいところだな。いいところをまた人が来た。人っていうか自転車の人が。やっと晴れたのに。ああ、しんさんはといってもこの大体全体が見えてるタイムラインだと過去 2,3 分内にツイートされてないと見えないな。しんさんはツイートしてないのかな。少なくともあれメンバー紹介、はどもさんメンバー紹介よろって言われたんで、メンバー紹介って言われたんで、はどもさんです。あ、どうもはどもさんです。腰からなんかぶら下げてますね。補給食ですか。補給食。今日ちょっといろいろ入らない。向こうの奥の方の白い人が Z さんです。どうも。じゃあ審査の動向は不明ってことで。カレー担当か、誰だろう。カレー担当、この中でカレー担当は男の中の男。マインメンか。昼飯は補給食買ってきました。うん、3人でまあツーリング中か。今日は峠登りですね。私の頭の中ではポタリングとサイクリングは同じレベルにあって、それは日帰りで割と近距離ってイメージがあって、でツーリングになると泊まり入れたイメージがありますね、私は。それから峠登るのはまたポタリングともサイクリングとも違う扱い方かな。だから今日は枠のタイトルは峠登りしてます。あ、じゃあしんさんどうですかね。そもそもペダル入手できたかどうかわからない。カレーライスか。多分一番カレーっていう文字でツイートしてるのは3人の中だと Z さんじゃないかな。そうですかね。カレー担当、福岡の方にカレーボットの人がいますけどね。カレーボットの中の人がお、かぐろかいなんだ。あ、試験さんいらっしゃいませ。あ、今道の駅で写真1枚も撮らなかったような気がする。うん、福岡です。前関東でしたけどね。福岡に行ったというか戻ってからロードですかって聞かれたのかな。今私が乗ってるのはクロスバイクです。でも他の2人の人はロードバイクです。コネリボト Z。 でこれからは映像だいぶ悪くなりますね。GoPro で録画してるので YouTube には高画質のを何ヶ月後になるかな、いつかアップします。いい場所かな。奥秩父名物や平まんじゅうとか都合により休業いたしましてますね。ロードの人は早いんですか。うん、ロードの人は早いです。ロードだからというわけじゃないんですけど、今後ろ走ってる Z さんなんかは600キロ一気に走るブルベっていうレースじゃない、なんて言うんだろう、認定なんとか、今の自転車の名前なんだろうか。はあ、そう後ろ走ってる Z さんブルベの人です。ブルベ人です。あれだ、ブルベクラスターって言えばいいんだな。今クラスター爆弾。そう青森ツーリングのやつがですね、結構フェリーで話しかけられて、そこのところ人の顔隠したりしなきゃいけないと思って超面倒くさくて、しかも今ワールド・オブ・タンクスがちょうど面白い時なので、あ、今ここは奥秩父にもう入ったかな。奥秩父というエリアになるかな。元埼玉県の大滝村、今は秩父市の中で、いや、3日でぐらいもう終わってるんですよ、編集は。うん、AFX8、AFXってなんだ、AFX か、聞いたことないな。大体の車種は聞いたことないんだけど、おっ、やった、回ってもらえません。あ、まああそこから水が噴き出してんだけどうまく見えないな。そう、春日に会いに来たの。え、春日ってこの辺りなんですか？春日の聖地は。春日の聖地は奥秩父。うん、ゲーム配信か。ワールド・オブ・タンクスのゲーム配信結構やってるみたいなんですけどね。私は動画見て、ん、群馬何が、よっ、あ、今のところも綺麗だったけど写真撮らなかったな。年末はまだ秘密しとこうかな。もう決まってるんですけどね。カカ天下と落花生。さっきの違ったの、三峯神社まだずっと奥なんです。あれ、そうなんですか？いや、なんかもうあ、本当だ。まだ14キロ。三峯神社、この先ですね。さっき左に分岐があるって聞いたんだけどな、コメントで。別ルートがあるのか。あ、本当だ。はい。左でみたいですね。ん？何が、あ、北海道、あ、北海道は可能性はかなり低い。超低い。え、長瀞なんですか、春日の聖地は。なんか全然そんなイメージなかったな。あ、あれ、奥秩父ユースホステルゲストハウスって、あれ今やってないんじゃなかったっけ？やってたんだっけ？福須なまぬし、福須、あ、FX か。北海道雪降ってるのは間違いないと思います。あ、またなんか知らずに悪口言ってる可能性があるから知らんふりしとこう。なんだっけ、なんだっけ、確かこの辺り言うことまとめとこうと思ったのにな。その面識のない生主さんと絡ませようとするコメントとか、また単純に私がまだ関わりたくないと思っている生主さんとかのことに対するコメントはスルーしますっていうのをちゃんと言おうと思って言ってなかったんだよな。ん？何滝川？レッツ滝沢、レッツ滝沢、ちょっと待っていいですか？レッツ滝沢ダム開放って書いてある。何レッツ滝沢って。レッツ滝沢ダム開放、何あれ。放水とはまた別なの。ダム開放だから人に来いって言ってるわけじゃないですよね。今放送で見えたかな。レッツ滝沢ダム開放って書いてありました。開放は解き放つ方の開放じゃなくて開き放つ方だったと思うんで、ってことは人に見せるって意味の開放じゃないのかな。それともダムの放水もああいう開放って言い方するんですかね。放水の方ですかね。確かにさっき水出てたの、あっちの方で。お、いらっしゃいませ。おはようございます。あ、中槻に来た。秘境って自分で言ってる。ん？単に開けてるですかね。でもレッツ滝沢っていうのは、お、もみじポイントだ。紅葉はかなりいいですよ今日は。ほらこれとか。あ、橋ですか。ん？みかん？あ、みかん狩りの時の振り返り放送ですか。ちょっとネタ少ないから厳しいかなと思ってやってませんでした。写真もまだアップしてないんですよね。お昼は補給食、山菜おこわみたいなの買ってきました。路面は昨日の夜雨降って、今日日陰になってるところはまだ濡れてますね。ああ綺麗。今日は3人です。へえ、あっちのもみじも綺麗。でもさっきのところも綺麗だね。あ、そうそう、橋は滝沢ってエンペラー吉田みたいなもの。エンペラー吉田誰？そうそう、橋の上って冬場の朝とか簡単に凍ってるんですよね。周りが溶けてても。いや、橋っていうのはなんていうのかな、熱容量が全然ないので、寒くなったらあっという間に空気と同じぐらいまで冷めちゃうんですよね。冷めるというか冷たくなっちゃうんですよね。滝沢の軌道エレベーター工事中だろ。軌道エレベーター作ってるんですか。興味あるな。そういえば無理の結果はどうでした？無理の結果、MRI ですか。いや、まだ全然結果出てないです。今度の水曜あたりに結果聞きに行く予定です。そうそう、昨日脳と首と腰の MRI3 連続で受けて、さすがに1時間半はきつかった。だって頭も体ピクッとも動か、ピクリはいいのかもしれないけど、頭とかの位置ずらさずに1時間半じっとしなきゃいけないんですよ。顔がかゆくなったりしても多分勝手にかいちゃいけないはず。健康診断じゃなくて、私は階段の下りが超苦手なんですよ。左足が必ず変なところに踏み出してしまって転びそうになるっていう、それの原因調査を今やってるところです。体どうかされたんですか？いや、10年来そういう症状が続いてて、その MRI は1箇所30分ぐらいみたいですね。で、別に病気ってことじゃないんですけど、階段の下りだけ生活上不便なんで。気軽に。原因はですね、近くの脳神経外科に行ってチェックしてもらったけど分からなくて、で今総合病院の先生のとこ行って、原因が分かる可能性は低そうですけど。MRI 取ったり一通り検査やってるところです。おはようございます。おはようございます。視力、いやー、注射がでしたね。いや別に病気ってわけじゃないんですよ。ただ若干不便なだけ。ああ、身長は特に。若い頃やんちゃをして、転びそうになることは何度もあるんですけど、転げ落ちたことはまだないです。高いですよね。何億円とかですよね。そのお医者さんは出雲大社の美人歯医者さんより綺麗でしたかい？美人歯医者さんより綺麗じゃないな、男だから。レッス先さん、なんだ一体。お、真相はここにも出てる。原因は寝袋ってことないかな。寝袋、いやー、多分関係ないと思いますけどね。まあでも何したって言い切れない。風は若干今向かい風かな、少しだけ気のせいかもしれないけど。廃墟ある予定です。ある予定です。ドアの前からの可能性もなくはないよな。いや、ないな。いや、私は廃墟マニアではないですけど。実はダムに行こうってことなんですか。なんか見られるっていう話なのかな。おはようございます。つなぎ下ゲームか。指示違いそうだな。ツイスターはあれ、ツイスターってあれじゃなかったっけ。あれだよな。いや辛いってほど登りじゃないんですけどね、本来。もうちょっとゆっくり行けばいいかな。ただ今日は90キロぐらいあって、後半下りばかりとはいえ日が暮れることは間違いなさそうなんで、時間的には常に焦ってなきゃいけないですね。俺が富士山登った時と同じ呼吸だ。笑。富士山ですか。お、犬か。お、Z さん立ちこぎしてるな。どこねるさんってどこねるさんか。何のこと。ついてやっぱあれのことですよね。なんか RGB 的な色の丸がシートの上に書いてあって、よっ、おお登ってるなずっと。よしペース落とそうペース。まあ交通量はそれほど多くはないですからね。小すごろく木と書いて小ぞろぎ。読めねえ。なりませんね。上りです。ゆっくり行きます。ダンシング、あ、止まってますね。自転車は手荷物料金今はないです。ほぼ一部私鉄に残ってるところありますけど。あの道は？だって食い物にもありますよね、多分。最近はトルネードポテトだっけ。あ、今座りこぎです。シッティングです。関西渓谷鉄道ですか。なんかあんのかな。2000円か、済ませましたっけ、あれ。でも大井川鉄道は。あ、ぐるっと回ってるんです。あ、あれ登るんですかね。あ、これか。あれな、何の高速道路だと思ったら我々が登る道だあれ。冗談じゃない。おお、すごいな。ループ橋ですね、ループ橋。あ、結構すごいなこの眺め。おお、そういや今日はよく考えたら三峰口駅は全然見てなかったな。あれ、三峰口駅って国道沿いじゃなかったっけ。根っこから水郷な人が。そう、本当天気いいです。うわー、とにかく気持ちいい。中津京、この先 4.7 キロ右折。まだ先か。あれ、中津京って文字だってさっきあったよな。中津京ってかなり広い範囲なんですかね。すごいな。こんなに見えるの珍しいですね。バイク、これ昔通った時には、いや待てよ、前通った時って二郎さんと、あれ前通った時どう通ったんだっけ。あ、そうか、前来た時にはさっきの道の駅の先から南に曲がって奥中湖に向かったからこれ通ってないんだ。大昔こっちが下ってきた時にはこれってあったんだったかな。バイクは静かに乗ってなんぼ。いや多分あったんだよなあバイク。前って言ってももう10年近く前のはずですけどね。疲れないようにしないと。あ、そう思い出した。シンさんが追いつけるように。眺め良さそうですね。あ、イベントありがとうございます。シェーンバイクって電気バイクとかないのかな今。ほぼ電動自転車とあんま変わらない気もするけど、そうなると確か昔来た時にはライトの電池が切れてたんだったかライト自体忘れたんだったかでかなり危なかったはず。夏だったけどバイク、うん、それもありますね。車よりもさらに動産は小さいだろうし。目標ヤマハにバイクの音する、そんなあんのか。昔の勾配それほどでもないはずなのにこんなにゆっくり走っててまだちょっと息が切れ気味。プリウス窓って何ですか。プリウス窓、ああ電子的な仕組みです。バイクの音出すやつか。これ登るチャリ乗ってる時にうるせえ音聞こえるとイラつくんだよな、イラつく。それイラつくほど自分の方もある程度改良した方がいいですね。脳をいじって。柳沢峠っぽい。ああ、柳沢のあれですね。沿岸側のあたりですね。あ、来るそう。大変動画ありますね。いや、7%は多分ないと思いますけどね。なんか妙に負担に感じる。うん。もういじりたい。いろいろなんか理屈で考えると必要ない感情はなんとか抑えたいですよね。そのあたりなんか自分の気持ちをいじるっていう話はグレッグ・イーガンっていう SF 作家の SF 小説を見てるといろいろ面白いですね。特に幸せの理由とかあのあたりの短編集があれ幸せの理由は短編集だよな。花野さんは見切れない。グレッグ・イーガンですね。はい、グレッグ・ベアじゃないな。グレッグ・ベアも大好きだけどあれ右に行ったら上りがあと Z さんどっち行ったんだろう。映画化はされてないですね。グレッグ・イーガンの自分とは何かっていうあの辺りの小説を映画にするのは難しいんじゃないかな。あ、宗平さんの関所跡、ああ、なんかどっかあったな、どこだっけ、この近く、秩父湖の方ですよね。あっちからだとまたトンネルくぐって戻ってこなきゃいけなかったんじゃなかったっけ。下、下、どっかで、あ、レッドさんあれか、違うかな。ちょっとじゃあ少しよっと、よいしょ。いや、担ぎはきついですよ。お、上から見るとただ高いとこって感じですね。あ、イベントありがとうございます。あ、来た。何かバンジーない。基本的に高いとこ苦手なんで。おお、道なり、途中中津川林道に入った先あたりで分岐で八丁トンネル行きですよね。はあ、あちち、うん、あ、そうだ、ちょっとだけ改造路でしばらく、誰、もうちょっと画質きれいにしてみよう、一瞬だけ。動画で、よいしょ、こんな感じ、綺麗ですよね。今日の目的地は八丁トンネルっていうところです。しかしこのループはループ自体がでかいですね。前これ下ったんだったかな。この新しさからすると10年前に来た時には多分この形じゃなかったと思うな。モノクロ、あ、ももクロ、ももクロ、私ももクロが何なのか分かってないです。漫画とかアニメじゃないかなと思ってたけど、なんかツイッターとかでその名前が出てくる扱い見ると、なんか、あ、ダムどうだろう、バンドかなとも思うし、アーティストかなとも思うし。じゃあちょっと解像度戻しますね。よーっと、電波はどこで切れるかな。よっと、アクブみたいな、あ、そういうやつなんですか。うん、いや、最高地点まだまだ、ですね、あと700メートルぐらい登るかな。ここまで300メートルぐらいしか登ってないです。あ、そうだ、ちょっと前開けとくか、暑くなってきた。ん、やんば、やんばっていうのはそう、まだ全然中津峡の紅葉見られないですかね、放送だと。電波来ないかな。よし、お待たせしました。とりあえず、みんな一斉にジャンプしてみようか。笑い声が聞こえる。カメラにパラシュートつけて落とそうぜ。パラシュートつけて。お昼ご飯はコンビニでいろいろ買ってきました。うん、今日3人組です。放水はさっき道の駅で済ませてきました。ん、何道路、ひびは行ってて怖い。ひび、あ、これ全然この黒く塗ってあるのは何なんですかね。ひびが広がらないようにするためのものなのかな。先とむ衣、出発点は西武秩父駅です。そこから多分これで20キロぐらい来たかな、もっと来たかな。え、滝沢ダム、滝沢ダムってどれのことだっけ。これレッツ滝沢、充填材ですかね、やっぱ。目立つけど走る分には全然凸凹ないです。歩いて一応はゴールは西武秩父です。西武秩父駅出発地点まで戻ります。でないと輪行できないから、あるいは何か故障があったり天候が悪化したりしたら引き返して三峰口に行く手もありますね。じゃあ波動さんは多分来るんじゃないかな、多分来てるんじゃないかな。仮坂の方には行かないです。あれ自転車通れないし、寒そうなんですよね。そう、それが怖い。終着点は西武秩父駅、一番遠い地点って意味だと八丁トンネルかな。志賀坂トンネルっていうところの近くです。ラスバイク落ち着け落ち着け、はあ、歩道でしょうね。100%、あ、そうなんですか。今日は長袖タイツです。リスだ。あー、取れないか、取れないか。あー、取れねえ。今リス見えました？リスそこにいました。あ、誰か今イベントでリス、イベントコメントでリスって書いてくれると助かります。後で検索できる。 GoPro 動画に映ったかな。リスが道路になんか黒い塊があるなと思ったらリスがいます。あ、イベントありがとうございます。イベントありがとうございます。写真撮り損ねたから。今のは台湾リス系かな。島リスっぽくはなかったけど、小さいリスっていう動きだけでリスって分かっただけで、形はよく分からなかったんですよ。多分ふさふさ系だと思うけどな。リスはなかなか写真撮れない。遠目に見えてもすぐ逃げますからね。姿台湾リスですかね。俺も大型に陣持ってるよ。3人かな、小型。今日は少し腹が気持ち悪いところでもないけど、免許何何なんだ一体。こんなちょっと電波切れると思います。切れてるっぽいな。レッツ。滝沢ダムだ。抜けた。原付免許が勝手についてます。ダムじゃないや、トンネル抜けました。トンネル抜けた。トンネルで止まってました。よいしょ。滝沢ダム、これがそのなんか車体の人が見に来るというとこですね。ダム到着です。あそこですか。よっ。あれはダムの管理なんていうんだっけ、管理事務所。ワープしました。ダムカードは知ってますわ。集めてないけど何言ってるか分からないと思うが、自転車の人いっぱいいる。乗車ですよね。滝沢ハムってこっちの方に何かあるんでしたっけ。サイボクハムっていう文字列は知ってるけど、いや滝沢、ここでも自転車やっぱかきかけてる人いるんだ。いや悪くはないな、全然どうこういうことじゃないな。かけるに越したことはないんだし。仲間が増えた。自転車結構来てるね。タッキーどこ来てますね。あ、ここダメですか。ダムカード集めないと。あ、そうか、あれか。あそこの最初のところに書いてあったんだな。平日はでしょうね。じゃあポタファイ持ってダムカードコレクター気質か。確かにワールドタンクミュージアム全部集めてないもんな。やった。じゃあちょっと歩いて行ってみましょうか。白鳥ってこんなとこいることあるんだっけ。白鳥の湖ということで、湖に白鳥がいたのあんまり見たことないな。私は白鳥見たのはお城のお堀か、ライダーのここでやったんですかね。深夜2時、それもいいですね。うわー、うわー、じゃあここから左足を下ろしてみましょうか。うわー、下ろせないそもそも。人が小さく見えてるのがまた嫌だな。落ちたくならない。これは複雑な方面ですが、高いな。ちょっと来るなこれは。あ、そうそう、あそこは今歩いてるのは多分子供だと思うけど、赤いパーカーで遠目に見たらちょっと雲男っぽいですね。ダマ結構怖いな。そう、違う世界が本当にあるかどうかわかんないけど、とりあえずこの世界からは出られますね。お、こっち見た。連れてるってのか。私も反応しようと思ったけど、ダムは結構、特にダム穴とか嫌ですね。ダムのあれはダム穴っていうのはダムの水位を調整するための確か構造なんですけど、あれ段ボールで間違いなく転がるな。背中を解放、そもそもこれが今解放されてる状態なのかな。これが今そのレッツ滝沢ダム解放なのかな。これがレッツ滝沢ダム解放。あれですね。エレベーター休止中と書いてありましたよね。どこなのかな。エレベーターこの園庭の中にあるんですかね。うわ、本当に下まで降りてる。すげえ。あそこまで降りてまた上がってくるとか考えると、とてもじゃないけど降りられない。42歳の私にはすげえ。後のことばっか考えちゃいますよね、大人は。後のこと考えちゃいますよね。後先考えますよね。ループ橋、あ、あれですね。私はそもそもダムの園庭のエレベーターって乗ったことないですね。多分あの事務所がひっついてんじゃないですかね。あん中ですかね。結構用水のためにの通路っていうか、中の構造をメンテのためにとか。宮ヶ瀬ダムありますよね。ですよね。確か写真見たことある。ここを自転車で駆け下りてこそ誠のサイクリスト。誠サイクリスト。誠のサイクリスト、それじゃ完全に絶滅してますね。って結構早いんだな。さっき橋にいたのに。あ、そう、さっき橋に。村、ああ、どうなんだろう。水没した村あるのかな、これは。こんだけ山奥だとどうなんだろうな。ハドンさんは今どこ、あ、いた。自転車のところにいます。これあれですよね。この国道バイパスで。ね。本当の国道はこの尾根の裏ですよね。確かね。奥秩父湖の方ですかね。うん、多分。ああ。だから。そうそう、あっちの方に確か石彫跡があって、前来た時行ったことある。こっち集落とかなかった。飛び降りればすぐ行けるね。飛び降りたら。うん、なんかお子さんがずっとこの。なんていうんですかね、テラスがずっと続いてるあれ降りていってました。どこまで行ったんだ。見えなくなった。今多分そこの影かなんかじゃない。あそこの階段の影ですかね。隣に偽ダムっていうのがある。に偽ダム？いいとこだからダムがあるのでは。チャリできた。にもっていうか川があるからダム作ったんですよね、多分。川がないとダム作れないから。でも川があるとこ確かに集落とかありますよね、水場で水重要だから。ちょっと軽くつまんでいっとこうかな。意外に寄り道どころが。そうですね。滑り台ですね。相変わらずふくよかでよかった。そもそも時間の予定ってなんか決めてましたっけ？11時半か。峠まであとまあ2時間は。かかるので、そうか、じゃあ峠着くのは2時か2時半か3時かそのぐらいですかね。3時はさすがにやばいか。あと降りるだけですよね。降りるのが40何キロあるから、で最後にミューズパークの上りもあるので、下りは3時間ぐらいかかりますよね。となると峠15時は多分15時になる、私は乗りそうな気がするんですけど、まあ、あとはまあ私以外の人は夜走ったりする。あ、波動さんどうでしたっけ、ナイトランとか。うん。じゃあナイトランが苦手系なのは私だけだ。かかりますよね。40キロ降りれないな。でしたかね。あ、抜けた。ナイトラン苦手なのか。そう、私はナイトラン取り目だから苦手です。本当に取り目で。バーズアイ。299ってずっと進んでいくとむごい方の国道ですよ。むごい方の。涙。